い、本日はですねシンガーソングライターの下地和咲さんにお電話をつないでラジオを収録しました。拍手。ありがとうございました。どうも。でこちらにはミルキーさんで、あのすごいというかね、あの半分隠れてるアックアックンがでしょ、大ちゃんがこっちに、すごいすごい動画、初の動画の撮り方、どういう立ち位置で全員映ってるんだみたいな本当そういう感じですけども、うん、あの下地さんですね、先日の市ヶ谷ルーテル、まず大成功おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとう。ね、そして今度はあの、ね、6月にツアーに出られるということで、はい、まあ、日程を教えていただけますか。はい、6月4日の東京歌のミュージックサビを皮切りに、6月の18日名古屋、はい、そして6月の25日日曜日、はい、沖縄那覇、はい、そして7月2日に大阪、はい、そして7月9日がファイナルで、また東京のおしゃれクカドゥという全5カ所の公演になってます。わあ、素晴らしいですね。なんかちょっとあの今年さ、はい、数ヶ月、はい、表だった活動がなかったので、はい、またこう歩み出してくださって嬉しく思います。いや本当そうですね、あの、うん、1年ねもう始まって半分ぐらい経ちますけども、4月まで何の活動もあのしていなかったので、うんね、ちょっと忘れられてしまったら怖いなと思いながらも、うん、まあ、愛犬の介護で時間を費やしているので、うん、今この子優先で、うん、あの生活したいなということで、うん、4月までライブがなかったんですけど、うん、この前のそのルーテル市ヶ谷を皮切りに、うん、6月からはこうやってライブツアーを久しぶりに開催して、うん、またね秋とか冬にかけてもまたいろいろ歌っていこうかなって思ってますので、うん、飽きられるまで歌い続けます続けてください。ねね、本日は塩田正幸さんからサプライズメッセージがありましたけどもね、嬉しいですよね、はい、嬉しかったです、うん、とても、うん、まあ、あの毎日ライブはしてるので恋人のように、ね、こうやってさっちゃんを介して、ええ、ね、メッセージをまたもらうとまた別の喜びがありますよね、うん、嬉しかったです、ね、なんか、はい、ちょ6月18日は、ね、犬男と雨男のライブがありますもんね、はい、雨男、そうかそう、犬男さん、こちらのイラストにも犬男さん、ね、翔太くんはもうライブをやると雨が降るっていう、ね、昔からやっぱりね、雨男伝説が絶えない男なので。あ、そうなんですね。そうなんですよ、だからタイトルどうしようかって話をした時に、うん、まあ雨男だな、そういえばあいつと思ってで、雨男ってなんかつけようか、じゃあ下地くん犬男だから雨男と犬男でいいんじゃないそういう感覚で、でもすごくなんかしっくりきてるのででもなんか笑っちゃった、いい、うん、はい、でも雨男だったら水も滴るいい男って言える手があるからそうですね、 ね、 そうなんですね、はい、すごいツーマンライブになると思います、うん、また好評だったら、それが成功したら、ええ、また東京とかいろんなところでもやりたいなと思ってますので、うん、まずは名古屋であの実験としてやってみようかなと思ってますけど、ええね、はい、でそのね下地さんの本日収録したラジオなんですけども、6月の5日ですね、はい、越谷 FM のさっちゃんのハローホームタウン、6月5日月曜日の9時です、まあ、月9なんですね、はい、私たちの番組リスンラジオというアプリをダウンロードしていただければ世界中で越谷 FM は楽しめますので、はい、あの日本時間で夜9時の月曜日、6月5日月曜日なので、あの下地正幸さんのね、まさきさんの同期と、ごめんなさい、今二人の名前同時で言っちゃった。塩田さんあれとかね。下地正幸さんと、そしてしあの塩田正幸さんのあのサプライズメッセージもありますので。そうなんです。ごちゃごちゃになる名前の。今二人の名前言っちゃったもんね、一緒にね。これ本当に混乱する。沢田千佳子姉さんも。ええ。たまにあの塩田くんのことを下田くんがねってあの言ったりするので
なるほど。みんなやっぱごっちゃになっちゃうみたいな。響きが似てるし、両方ともね、イニシャルが一緒、うん、ね、なんかさ、はい、脳トレしてるような感じ。脳トレ。人の名前で脳トレしないでくださいよ。いやでもかそんな感覚になるような、うんうん、へえ。ぜひまた行ってくださいね。ね、ぜひ。それ皆さんもぜひ。はい、またね、あの前に行きたいと思います、うん、ね、また歌聞かせてください、ね、あとその川口にいい教会があるので、はい、そこで公開収録とかなんかいろいろそういうイベントもできたなと思いますので、はい、ぜひ今年とかなんかいろいろなんかねご案内させてください、はい、よろしくお願いします、はい、今後とも素敵な歌声をぜひですね全国に世界に轟かせてくださいね。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。本日は下地正明さんにお電話をつなぎしてラジオ収録しました。皆様ありがとうございます。ありがとう。